はい、どうも、あきともです。今私はどこにいるかと言いますと、見えますかね。群馬県のですね、丸沼というところに今来ています。ちょうどですね、日光から、栃木県の日光から、群馬県の沼田の方に抜けようと思いまして、今、国道の120号線ですかね、をずっと走ってきました。で、その途中にこの沼がありまして、今、ここでですね、一旦、動画をまた撮り始めたんですけれども、今度はですね、また120号線を、沼田の方に向かいながら、最終的には沼田のインターの近くに、道の駅っぽいのが、あるみたいなんで、そこに向かって、走っていこうかなと思います。これですね。丸沼。はい。ではですね、この丸沼を出発して、沼田の方に抜けようかと思いますんで、早速出発しまーす。はい。ではですね、丸沼出発したいと思います。ここですね、とても静かでいい場所でしたね。散策する道とかもあるんで、周りをこうぐるっと回ることもできますんで、ぜひ、近くを通った際にはですね、行けられる方は行ってみてはいかがですかね。はい、では出発します。こういうところはかなり独特ですよね。さあ、引き続き120号線を進んでいきます。しばらくはですね、右手どっちかに丸沼は見えてると思うんですけどね。はい、こちらはもう完璧に紅葉してますね。右手に今見えてますね。いやー、この辺りは見事ですね。まあ、もっと進めば真っ赤になるんでしょうけどね。120号線沿いはですね、ほぼほぼもう秋色ですね。いやー、湖とか沼とのコントラストもいいですよね。丸沼高原なんですね、入り口。なるほど。いやー、でもすごいですよね。ここはちょっとパスしちゃいますけど、見事な紅葉ですね。いやー、丸沼から先はですね、結構下り一辺倒な感じですね。このところはこういった形で曲がりながら、下ってる道がほぼほぼですね。いいですね。ススキですかね。川ですね。左手に今川は入ってますね。見えてますね。いい感じですね。見事な紅葉ですね。これはまあ部分的なものと、もう紅葉しているものと結構ありますけど、まあ、お袋なんですかね。なんかすごくいい感じですね。ほとんど山は降りた感じですかね、景観的に。これはやはりお蕎麦屋さんが多いですね。トウモロコシなんとか。はい、今はまあ走ってるのが片品というところを走ってるんですけど、120号線がですね、ロマンチック街道、いろいろ名称はあるようですね。はい、このまま行くとなんか滝がありそうなんで、そこをとりあえず目標にしてみますかね。はい、では、出発します。なんかロマンチック街道らしいですね。いやー、でも透明の景色が今日は本当に映えてますね。
ですね。ここ歩いていけるんでしょうね。はい、では引き続き進んでいきます。こういう景色は結構好きなのでちょいちょい止まっちゃいますね。おお、ここに1個道の駅尾瀬片品というのがあるみたいですね。ちょっと行ってみますかね。おそらくもともと目標にしていた道の駅とは違うものだとは思うんですけどね。あれかかな、あれこれ、あ、これか。はい、じゃあちょっとこの道の駅入りますね。はい、ではこちらの、道の駅ですね、尾瀬田片品ね、を後にします。とても綺麗な道の駅でしたね。なんかできたばっかりなんですかね。なんかとてもおしゃれな感じでしたね。一気に視界広がりましたね。滝は結構あれなのか、滝、はい、ちょっと行ってみましょうね。今滝出てきました。いや、見たことのない形の滝でしたね。こう各々からこう落ちてくるような感じですかね。ちょっといい表現が見つからないんですけど、まあ、一応映像にも収めてみたので、そちらをご覧いただければなと思います。ではですね、最後、道の駅ですねを、フィニッシュポイントにして今回のツーリングについては、フィニッシュにしたいと思います。綺麗ですね。本当この辺りはこのお花を綺麗に植えてる感じがずっとしますね。あの農道のところもそうでしたけど、もう走ってて本当気持ちいいですね。いやー、あー、看板見えてきましたね。いやー、今回は久しぶりのツーリングで結構ヘロヘロになりましたね。はい、ではこの道の駅白沢、あと望郷の湯というのがですかね、これに入って、今回のツーリングについてはフィニッシュにしようかと思います。はい、ではですね、こちらの道の駅で、フィニッシュにして今回のツーリングについては、終了としたいと思います。無事に走り切ってくれたので、今後もですねちょっと距離を伸ばしながら、ちまちま、動画を撮りながら行きたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。いやー、ツーリングいいっすね。